た今な、え満足したのかな、うんわって言った今の運は取れてた、大丈夫入ってるんですか、運は取れてる、大丈夫麦押しには今のカットは使わなければいけない、麦押しに火を作りました、ね、ちょっとそんなの聞いたことない、今選挙にベリーマッチが流行ってる、重いの麦のモノマネ。カーリア行ったんすよ。あーあのカレー食べるとこね。カレーが辛くてカーリアに行ったんですよ。そのそこって全員なんかも外人さんとか。うん、そうだよね。今の方がやってて、その麦が英語だったら通じると思ったので、はいはい、ありがとうございます。Thank you very much。どっちも言っときも通じる。めちゃくちゃ Thank you very much って言ってるから。これが吉間リバー、これか吉間リバーって書いてあったかな、ガソリンはね、入ってるんだよね、お、マジで、うん、そうでしょ、これ何今これ何え鱗が、ありがとうございます。鱗がついてるね。ついてますね。どうしたんですかねって。いや犯人だよね。どうしたんですかねって言った犯人が、あれ視線合わせてくんない。バックミラーでも視線合わせてくんない。スミサゴはやっぱね、肩に両肩にスタブを背負う。両肩？え？ここで出ると多分。オッケー。こっちか。ソイミルクの。すみません。あ、はい。ということで、はい、シュークリーム屋なんですが、まず傘を取らないといけないんで、バッチ今やっと気づいちゃいました、あ、気づいた、え、さっきあの美佐子がさ、養生ついてるって言ったから、うん、養生はついてるって言ったそう、美佐子さんがさ、養生はついてないって言った、何回もこれをさ、見返しすぎ、ええっていうか、それこう気づくから気づいたかなと思った、全然気づかなくてね、って思ったら大丈夫、なんか私に養生ついてないみたいに言ったんだけど、いや、絶対これついてるじゃん、養生がと思ってた、そう養生がついてなかったよ、おかしいな、見てます、なんの、あ、いいね、あ、いいね、これいいね、あーお姉さんたち
みたいな。あらまあまあ青春の中学生いいなあ。らまあまあ重い。うん、それなんかさ、男子がさ、坊主なのまたいいよね。いいね。初々しい。あと指定の変わった。あんな角でやるの。いや、角だからだよ。多分分かれるんだよね、この後ね。方向がね。はぁ。これ？あ、これ、感ありますね。だったね、今。うん、なんか言うたね、結構。あ、でも温泉旅館がある。あとこれ、2地区かな。スーパーの本当だ。え、てか、上も全部どういうことなの？あれが山か。あ、ちょっと待って。髪の毛にソイミルク。髪の毛にソイミルク。わお。おしゃれになったよ。髪の毛にソイミルク。今日だけ写真99枚入ってますよ。やばい。ちょいちょい追加してるんだ。やばい。あれか。あれだ。あ、あれだよ。あ、これか。そここれだ。あ、このサーですね。サーですね。はい、サーです。サー導かれるままに。導かんでくれ。え、ここじゃない？これですね。あれ、これ道の子ですか？道の子だったらここです。え、めっちゃオシャンじゃん。え、この、え、めっちゃオシャンだね。あれでしょ？インスタ映えするじゃん、だってこう。映えんじゃん。これ映えんじゃん。インスタじゃん。写真を任せてください。バエンゴって言葉初めて聞いたよ。こんにちは。よろしくお願いします。こんにちは。すごいなんか。すごいね。すごい。やばい。あ、すごい。サーっていう呼ぶ。そう。っていうグランピングのブランドです。へえ。やばい。あ、これね、伊達さんいいよ。伊達さんいいよ。さあ、それは違う。それ、分かった、撮るわ。いきます。せーの。さあ、夜もやっていこうっていう意味で。あ、そうなんですね。なんかすごい綺麗。すごい。ラボガールズ、はい、よろしくお願いします。この施設いろいろやってくれてる佐藤さんです。お世話になります。お願いします。ここに水場があるんですけど、基本的にバーベキューの料理とかは全部用意されるので、特にそんなに洗ったりとかもう食べ終わったらそのままにしといていただければ次の日が片付けるので、焼くだけです。焼くだけです。焼けちゃって焼いて食べるだけ。理想的なやつ。すごいすごい。あ、すごい、なんかドラクエパーティー感です。やば、え、すごっ、なんだこれ。すごーい。すごーい。いきます。みんなかがむ。このすごいな。なんかすごいの見えてきた。え、本当にちょっとチラッと見えてるかも。わー、テント、テントか。で、衣替えするんですよね。いけ、せーの、じゃん。おー、え、すごい。え、めっちゃ楽しいじゃん、こんなん。寒いですけど、中はエアコンもあるし、オープンカーペットもあるし、2つもあるので、はい、イタリアに尽くせるだね。すごい、プラズマクラスターだよ。マジかよ。え、宇宙に入ってくじゃん。え、すごい、絶対こんなんすごい楽しいですね。楽しい。もう楽しいが確定されてしまった。やばい、すごいです。ほら、深いね。すごい、結構高いところで綺麗。森の中だね。写真を撮る麦ひちゃん。今日はほぼカメラマンに徹してます、ね、すごいカメラ。もうすでに100枚超えのアルバム。早い。もう厳選しても100枚だと。行きの車だけで、ね、移動だけで。早いね。さあ、ラボが3姉妹ですが、現在ラストクエスチョンが乗っ取っちゃいます。ジャック、
楽しみだ。なんか全然さ、我々前情報聞いてなかったからさ、そう、何も聞いてないから、なんか普通のね、なんで集合ぐらいしか聞いてない、普通の宿だと思った。そう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 、なんか宿か、なんかバンガローなのかなみたいなぐらいの想像で来てたから、うん、いや、マジ陽キャの遊びって感じ。陰キャ陰キャ月見麦、戸惑う突然のパリピに放り込まれるみたいな。そんなん陽キャしかやらんやん。テント泊まるの初めて、うん、なんかでもさ、すごい FF 感ある、うん、FF はあのテントに泊まるのって、うん、陰キャはだってこんなこと思いつかないもん。山の中にこもるっていう発想が別の発想になるでしょ、うん、楽しみですね、はい、今日はじゃあテントに泊まる、そしてバーベキューをしておでんを食べるという、もう陽キャの遊びをこの陰キャの月見麦が体験したいと思います。よろしくお願いします。月見麦の動向にご注目ください。テンパってる月見麦。ベッドじゃない、ブランコ。ベッド座れますか。いい。弱かった、公園でさ、ブランコ漕ぎながらさ、俺絶対今日一周すっからつってさ、言わないですよ。え、やんなかった。言わないですよ。多分危険遊具ですよ、絶滅危惧種になっちゃう。俺絶対今日やっからさって、みんな挑戦してさ、今日ダメだったから明日頑張るわって。やんないですよ。靴投げとかせんかった。靴投げとか、靴投げはしよう。あとなんかジャンプであの、うん、飛び降りる位置で競うみたいな。そう、あったやつ。靴投げ俺世界一だったんだよ。え、世界一ですか。俺立ち込みからそう、ガキ大将の生きみたいなさ、あれ立ち込みからさ、生きっからみたいな。すごい、なんか女子っぽ。インスタ映え。でも喋ってる内容ガキだからね。そんなこと立ち込みできるぜ。おってこれの場合っすね。もっとあるやろみたいな。多分大人がいなかったら多分やってるからね。パーン、あ、行っちゃったーっつって、あーっつって、すごーい、ピョン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 、片足立ち、楽しい。すごいですね、なんかキャンプファイヤー感ある。なんかね、急に一応感がすごい、すごいですね、いい、楽しい。ゆるキャン、ゆるキャン、これ座れるやつ。これもいじってる感じは取れるように入ってはいるので、ありがとうございます、本当に。いや、いえいえ、もう覚醒したよね、カメラの。そうよね、覚醒したよね。今日はカメラマン側に徹しようと思って。やば。